今までよくも好き放題してくれたわね。姿が見え、怖。ここがあの、おお、道場やったところやね。でもあれだな、人間の間で噂になっとった割にはさ、人間のお客様なんて珍しい。心ゆくまでルーレットを楽しんでいくといいわ。さあこっちに来て。めっちゃ鼻歌。姉さん出番よ。今日もやっちゃってちょうだい。あれか、来た人間は片っ端からやられていきよるってことかな。結局中に人間はおらんと。次はどんな坊やが私の餌食になりたいのかしら。来てよ来てよマルティナ。そんなまさか。はい来た。姫様。あらグレイグじゃない。あんたみたいな頭でっかちでもこういうところに出入りするのね。記憶はちゃんとあるんよね。あんたも刺激が欲しいのね。たっぷりサービスしてあげるから。絶対さ、私と一緒にあれよね、あ、そう、びましょ。術が解けたまともなマルティナやったら恥ずかしすぎて死にそうな感じの。なんとはしたない。興奮するなグレイグ。グレイグ、あんたってほんとうんざりするほど真面目な男ね。忠実なだけなら犬でもできるわよ。こんな声やったっけマルティナ。ねえ、私の犬にしてあげましょうか。今ちょっと術がかかっとるけん、ちょっとあれか、幸せなペットにしてあげる。話し方も違うけん。違う感じに聞こえとんかな。なんとハレンチナ、一体どうしたんじゃマルティナ。今は冗談を言っている場合じゃないぞい。打倒ルノーガの信念を貫くため、わしらにはお主の力が必要なんじゃ。操られてるって。さあ、もう一度、わしらと旅を。あの肌の色とかも違うしさ。まあ、相変わらずうるさいジジイね。なんかすごい紫がかって見えるんやけど、照明の具合。いい？今の私にとって、打倒ウルノーガなんて興味ないわ。こんな世界、もっと壊しちゃえばいいのよ。私が興味あるのはこのカジノを作った六軍王であるブギー様だけ。私の身も心もブギー様のものなのよ。あそこから今までに一体何があったんだ。だから、あんたたちにはついてかないわ。私はブギー様と一緒にこれからこのカジノを盛り上げていくんだから。ああ、よくないよ、よくないよ。黒歴史よ、それ。いい加減にしてください、姫様。ブギー様とか。今はそんな馬鹿げたことを言っている時ではありません。ほら、主人公がめちゃくちゃポカンとしとるやん。いつもね、気の抜けた顔やけど。こんないかがわしい場所、気高い姫様にはふさわしくない。さあ、我々と共に行きましょう。強さはそのまんまやけんね。気安く触らないでくれる？女の誘い方も知らないの？あんた何も分かってないのね。どうやらきついお仕置きが必要みたいね。このままマルティナ、あんたたちみたいなしつこいやつらは部下みたいな、私の蹴りで黙らせてあげるわ。いや本人っぽいな。あ、来た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 。楽しませてちょうだい。呪われしマルティナ。気を抜くな。そんな武器でしたっけ。いや、闇に押しがよい。みなぎる。あ、ほらやっぱり紫や。膝がついて。肌が紫や。いつショータイム。はあ、グランドクロス。これであんたは。みんな見てきた容赦ない感じやね。鳥か。確実に殺しにかかっとる感じが。やっていまー、呪われしマルティナをやっつけた。さあ正気に戻れ。ゾンビみたいな肌色してるもんね、なんか。
ようやくおとなしくなってくれたか。これで目を覚ましてくれるといいんじゃがの。困りますな、お客さん。うちのナンバーワンディーラーをいじめてもらっちゃ。ぬ、うん、泣かせた女は数知れず、最強のキングオブモンスター妖魔軍王ブギー様参上だじゃ。こいつが六軍王の一人ブギー。グロッタの街をこんな風にした超本人の登場ってわけね。ふざけた格好しやがって。よちよち、かわいそうな僕ちんのかわゆい子猫ちゃん、仇は僕ちんが取ってあげるからね。ブレイマーが即刻姫様から離れろ。僕ちんのマルティナを仲間に引き込もうなんて無駄無駄。逆君らが仲間に引き込んだから、僕ちんの力でマルティナをナイスバディな魔物にして、僕ちんの忠実なるしもべにしたからね。魔物化したら肌の色が悪くなるよね。人間を魔物に、じゃあもしかしてマルティナちゃん以外の魔物たちも。マルティナだけじゃなく、このカジノの従業員である魔物たちは、でも周りはみんな完全に魔物になってるのに、マルティナは肌の色が変わっとるだけというのは一体好みの問題か。カジノで大勝ちして調子に乗った人間たちを魔物に変えてこき使いまくるのが僕ちんの何よりの楽しみなんだよ。これはやっぱりね、大勝ちしまくるように細工されたよね。マルティナはわしらの大事な仲間。お主の悪行に付き合わせるわけにはいかぬ。そして高いコインを払って、そうマルティナを返してもらうぞい。くだらんものと交換させて、また自分たちのところにコインが戻ってくると。僕ちんの楽園を壊そうとするやつはまとめてズタボロ100叩きの刑だじゃ。全部消えてなくなれ。またこう人間の楽園に持ち去る。来た、張り切っていくじゃ。勝利を我らに。大丈夫、姫様によくもブレを一気に助け止めしてくれる。耐えられるかの。よいしょ、どいつもこいつも超誘う踊り。おっ、ほい。めちゃめちゃスポットライトが。ぐるぐるぐる。何、誰の声。いや、シルビアか。すごい変な声が聞こえてくるんやけど。速攻で私たちの勝ちよ。やばい、秒でやっつけたんですけど。ほらほら返せよマルティナ。もうダメだ、体中が痛くて力がうまくコントロールできないじょ。みんな超笑いよるけど。自分らのご主人様やられて超笑いよるけど。戻った。私どうしたのかしら。ここは一体。大丈夫か、まあ、さっきまでのあなたは。嫌な記憶は。隣にいるのはグレイグ。あなたたちどうしてここに。いや、噂を聞きつけまして。どうして僕人がこんな目に遭うんだ。僕人はこの楽園で一番偉くて強い王様なんだぞ。ここはあれよね、魔王のためっていうよりも自分のためって感じやね。あの魔物は好き勝手しよるだけっていう。ブギ、殴れ殴れ。
今までのこと、あ、すごい燃えてる、マルティナが燃えてるよ。妖魔軍王ブギーさん、お、ちゃんと記憶はとどまってた。今までよくも好き放題してくれたわね。姿が見える、怖ブギー怖っ、鬼のような、お、100万倍にして返してあげるわ。自分の力で魔物化しましたけど。あらら。お、これオーブやね。アユノはグリーンオーブを取り戻した。そんな能力が身についてしまった恐ろしい。姫様、今のはただバニーガールの姿にはなるっていうね魔物になっていたせいかしら。私、新しい力に目覚めたみたい。今ならどんな強敵でも蹴り倒せそうだわ。いや、ただそういうキャラはね、あれなんよ、ストーリー上ではめちゃくちゃ強いんやけど、仲間になった途端に弱いけんマルティナはデビルモードを覚えた。すげえ。どう様、ご心配をおかけしました。いいんじゃマルティナよ、お主が無事で何よりじゃ。これでまた一緒に旅ができるの。次は誰かな。今までの卑劣な振る舞い、どうか魔法使い姉妹お許しください。か、神、私は今勇者に命を預ける身、打倒ウルノーガの信念を貫き通すので、この…って…飛んだ。何よ、そのつまんない挨拶。これ以上私を退屈させるなら、きついお仕置きしてあげましょうか。デビルモードじゃなくてもそんなに変わらん気がする。なんてね、冗談よ冗談。グレイグ、頼りにしてるわ。これからもよろしくね。よし、これでちゃんとマルティナが仲間になったね。しばらく見ない間に随分頼もしくなったわね。そうかな、あんま変わってない気がするけど。これあなたに渡しておくわ。アユナはマーメイドハープを手に入れた。これは世界各地を旅してる時にそのマーメイドハープを見つけたの。どうしてもあなたに渡したくて。もう分かってると思うけど、海にそびえる光の柱でそれを使えば船で行けなかった場所にも行けるはずよ。そこで残りの仲間を探しましょう。魔王ウルノーガを倒して世界に平和を取り戻すために。どこだ。マルティナが再び仲間に加わった。マルティナのスキルパネルが新たに解放された。そんな感じの場所におった仲間もいたっけ。最終的に神がなんかどこかよくわからん場所に行っとったような記憶なくなっとんよね。こうしてアイナの活躍によりグロッタの町は元の活気を取り戻した。魔物になった人々も元の姿に戻り、人々は久しぶりに訪れた平和の時間を共に喜び分かち合ったのだった。そして夜が明けた。お、なんとアイナのカジノコインがモンスターカジノで遊ぶ前に持っていた元の枚数に戻っている。元の枚数2000枚にってこと。どうやらモンスターカジノのコインは幻のコインだったようだ。妖魔払い、魔物にされたマルティナを妖魔軍王ブギーの元から救い出した者に贈られる称号。どうなん、あれはブギーのまんまなのか。ここは世界中のギャンブラーたちが己の運命を試すために訪れる神聖グロッタの町よ。あれからみんなで話し合ったの。せっかくカジノができたんだから、このカジノで町を盛り上げていこうって。まあね、設備とかは全部モンスターたちが整えてくれてるけんさめちゃくちゃいいやんね。なんか向こうでさ、モンスターと子供が追いかけっこしおらん。
グロッタの名物は変わっちゃったけど、いつまでも嘆いていられないもの。チャンピオンもぜひ遊んでてね。でも君は特にさ、バニーガールの格好をしてるけん似合うよね。すーはぁ。あー、外の空気は美味しいな。外に桃菜がうるついったから、今までずっと家の中に隠れてたんだ。桃菜がいなくなってようやく出られたよ。あ、じゃあ君はずっと人間の姿やったんやね。その時にも会いたかったわ。これは噂で聞いたんだがな。遥か北の地、クレイモラン地方へ続く海に、突然黄金の氷山が現れたらしいんだ。これやね、次。クレイモラン地方へ続く海、遥か北。おかげでクレイモラン王国への道が閉ざされ、国の人たちは孤立してしまっているらしい。一体何が起こってるんだろうな。あんたら船を持ってるんだって？なら、ルーエでソルティコに行って、そこから外海に出て北を目指してみろよ。ふんふんふん、ソルティコね、オッケー。久しぶりにこの街に寄ってみましたが、なんだかいろいろ変わったと思いません？闘技場にはカジノができてるし、グレイグ像はなんかブサイクになったし、一体何があったんでしょう？ブサイクになったとか言うのやめてあげて。てかグレイグやったんやっけ？あそこの像って。どっちが喋りよんかよくわからん、こっちかと思った。闘技場なくなったんだってな。女投資マニアの俺っちとしては超ショックでさ。はぁ、あ。でも、カジノには可愛いバニーがいっぱいいたんだ。だからこれからはバニーマニアになることにしたよ。ぐふふ。ちょっと、楽しみ方が違うのでは。てかさ、さっきの、この子供は一体どこに、どこや。わからんくなったぞ。この辺から見て、どこから行けばたどり着けるんやろ、あそこ。こっちか。お、なんか一応受けとく。投資としてお客さんに見られても恥ずかしくない、パーフェクトな肌を常に維持するのが俺のポリシー。とはいえ仕事柄生傷、肌荒れだけは避けられないからな。スキンケアに使うぬるっとアロエって草が欲しいんだ。気にしたやね、そういうの。イグノア地方の西にある大滝の近くに生えていてな。絞り汁を肌にすり込むとツルツルの肌になるっていう優れものさ。なあ旅人さん、礼はするから俺のためにぬるっとアロエを取ってきてくれないか。ふんふん、オッケー。二つ返事とはありがたい。あんた顔だけじゃなくて心の方までいけてるみたいだな。取ってきてほしいぬるっとアロエなんだが、しっかりと地面に根を張ってる植物なんで、鎌で根元を切って採集するといい。大滝の地区でキラキラ光っているぬるっとアロエを鎌でざっくりと買ったら俺のところに持ってきてくれ。頼んだぞ。クエスト、鎌で刈り取る美肌の薬を引き受けました。肌荒れはちゃんとケアしないと。まあね、そういうの気使っとる男の子増えてきたもんね。あれやね、主人公。え、こっち行けんやん。ちゃんとイケメンっていう設定というか、ちゃんとイケメンとみなされとるわけやね、この世界の中で。どうした？ダメだ、完全に壊れてやがる。修理する金なんてあるわけないし。まあ当分はこのままだろう。俺もエレベーターボーイからカジノのボーイに転職するか。この仕事気に入ったんだがな。エレベーターボーイ。結局ここは通れんわけやね、どっちからでも。カジノのボーイってそんな簡単になれるもんな。あ、まあ、ただのボーイやったらなれるんかな。結局あっち側に行けねえじゃねえか。時間が経ったらいけるようになるかな。あ、じゃあとりあえずソルティコに、ルーラで飛んでいこう。あれやね、ルーラとか知っとんやねん。ああいう人たち。ルーラ、ソルティコ。